きチャンネル。じょっ。こんにちは。さあシーズンも終わりまして、はい、こっから一気に、まあ、まだクライマックスシーズン日本シリーズあるんでね、はい、まあ、そこで戦う選手は別ですけども、うん、どんどん来るのが、まあ、ドラフトもそうですけども、はい、FA ストーブリーグ、はい、はい、そうですね、こういうのが動いてくる時期になってきましたね。そうそう、しかもちょっとね今年はね、はい、FA がね賑やかそうだね。結構いますね、この数年の中では、はい、一番、うん、それをね、はい、ちょっとどういう動向になるのか、はい、推測、推察したいと思いますけども、はい、まずねセリーグから、はい、ヤクルトね、うん、ヤクルトはね石川川端荒木が FA 取得選手、はい、うん、で、あの他の選手はね複数年契約結んでたりして、うん、まあ、FA を宣言できるのはこの選手じゃないのかなって資料上ではね、うんうん、ってなった時に、まあ、これはもう誰もしない ね、はい、そうですね。石川もね今ヤクルトで、うん、あの200勝いってるしね、はい、これはもうヤクルトはいない、誰もする選手は、はい、ベイスターズ、うん、まあ、山崎康晃がね、はい、ポスティングでメジャー移籍を、まあ、狙ってるっていうところ で、はい、であとは三上峰井、藤田倉本、太田大志、はい、まあ、これも FA する選手はいないね。そうですね、うん、誰も、間違いなく、はい、で、タイガース、うん、なんと西 FA します。あ、複数年契約が終わるんだ、はいはい、もういろんなこの情報を総合すると、うん、はい、FA するのは確からしくて、阪神出るんですか。うん、うん、で噂によると、はい、ホークスか巨人ちゃうかっていう、へーっていう情報が、うん、まあ、あの確かじゃないんだけどね、はい、情報が、うんうん、乱れてます、はい、だからね、ホークスかじゃあ、まあ、西はもう FA 多分するでしょうっていう、まあ、しかも欲しいですよね。それはもう欲しいよ、受賞 100% する、うんうん、欲しい、うん、まあ、そういったところでね、うん、しかも終盤タイトルとかもひょっとしたら絡んでくるかもわかんないで投げなかったしね、うん、そういったところ見てもそう、ね、うん、FA するんちゃうかっていうね、はい、ところも、であと岩崎と岩貞、はい、岩崎投手ですね、うん、そうだね、岩貞需要ありそうだね、うんうん、FA しても C ランクなんだ、しかも C ランクだからね、うん、まあ、するかどうかはわかんないけどね、はい、でも西は始祖、はい、巨人、そう、ホークスちゃうかっていうね、はい、まあ、結構お金いるからね、うん、そこらぐらいじゃないと多分参戦、しかも阪神から FA するってなると巨人かホークスぐらいいかないと、はい、あんまりメリットないよね、うん、正直ね。そう、なんか佐藤さん結構阪神から出る意味あんまりこうメリットないよなっていつも、だってお金もくれるし人気球団なのに、うん、はい、それより上回るとこじゃないと、うん、しかも主力だったらこの、はい、ね、FA にもいろんな方があってね、うん、だから追い出され方とかだったらあれだけども、うん、率先してってなるとね、はい、だからそれ自分を、活躍してるのにっていう、そうそう、自分を高く売れるところがいいから、まあ、西は巨人かホークスしちゃうかっていう、うん、岩貞はワンチャンしても C ランクだから面白いんちゃうかっていうね、はい、うんうん、で巨人、はい、菅野、鍵谷、中田、中地、これはもう誰もしないね、うん、しなそうですね、はい、これはもう、うん、取るだけです、はい、巨人は FA 出ていく人いません、はい、カープ、野村、相澤、田中康介、堂林、西川、松山、長野、野間、うん、これは、はい、西川が FA するんちゃうかっていう噂です、ね、今年新規取得ですね、うんうん、もう超人気よ、はい、だって欲しいところで言ったら巨人欲しいね、うん、レフトもうね、はい、そしたらもう読売ジャイアンツカープになっちゃうね、レフト西川、センター丸になっちゃう、はい、そうですね、でも打つよ、はい、もう本当、しかも B ランクです多分、うん、阪神も欲しいね、西川、うーん、レフトもね、はい、まあ、ロハス守ったりしてて、うん、確実にレフトで入ってくるから、はい、欲しいんじゃない、西川ね、うんうん、あとはドラゴンズも欲しいね、あ、レフトいないからね、そうですね、うん、セ・リーグでいうと、うんうん、であとはそうだね、オリックスとかもね、まあ、吉田正尚が DH でもいいしね、はい、まあ、そうか、そうですね、うんうん、あとは、まあ、楽天は左に芝内とかもね、はい、いっぱいいるしね、これは結構今いますね、ホークスも欲しいんちゃう、西川、あ、レフトも別にね、はい、グラシアとか外国人で誰っていないからね、うんうん、でまあ、西川はライトとか外野守れるからね、はい、だから西川は西川がホークス行ったらやばいね、あ、そうですね、うん、であと野間がね、なんかちょっと怪しいね、はい、思想、FA でしかも C ランクだから、はい、野間も今年打ってるからね、はい、しかも C ランクだったら、うん、それこそ今挙げたチームも含めて、はい、いいんちゃうね、うん、そうですね、人的保障とかがいらない C ランク、うん、そうそうそう、これ大きいよね、 C っていうのは、はい、西川がね B ランクだからね、はい、ドラゴンズ、はい、谷本、田島、松葉、高橋、周平、堂上、大島、加藤翔平、後藤俊太、うん、松葉が FA するらしくて、え、
するんですか。そうそうそう、なんか出てた報道、新聞に。へえ、今年取得して、うん、C ランクだから、うん、もう行き放題よ、はい、しかも左でしょ、まあ、先発足りないところじゃ、どこも欲しいんじゃない。巨人とかもね、はい、やっぱローテーションきついし、うん、どこも欲しいんじゃない。だって一定損することないよ、うん、ない。え、オリックスに変えるっていうパターンあるのかな。あ、左、そしたらもう3億だよ。そうです、ね、田島、宮城、松葉みたいな、はい、あ、でもどこもね、え、でも多分ハマる球団多くないですか。多い多い、いて困ることないから、どこも、もう全球団、はい、C ランク、左の先発松葉、ウェルカムだね。へえ、うん、これはかなり高いじゃん。あとはしないね、はい、誰もしなさそう、うん、そうですね、うん、はい。でホークス、千賀、和田、今宮、高田、中村晃。千賀がね、メジャー行くっていう噂なんだよね。あ、海外 FA も、そうそう、取ったからね、うん、はい。だから多分メジャー挑戦に行くと思うね、うん、俺だから千賀とかリリーフとか抑えでいいんちゃうかと思うんだよね、メジャー。あ、メジャーで、あのフォークで、はい、かなりいい働き、先発よりもリリーフの方が、まあ、先発でも見てみたいけどね、はい、まあ、いろんなところもできる可能性ね、球種的には多いっていう、うん、で和田はもうね FA なんてするわけだから、ね、はい、今宮もしないでしょ、まあ、で高田もしないし、中村晃もしない、はい、だから誰もしないね、はい、取るだけだね、うん、FA、はい、フォークスもそうですね、うん、だから千賀が多分メジャー、うん、オリックス、はい、日賀海田、伏見、松井雅人、 T 岡田、これはもう誰もしないね、うん、FA、 そうですね、みんな C ランクで T 選手だけ B ランクという、うん、さすがに伏見もせんやろ、うん、FA は聞いてみようかな、うん、FA するとか、そうですよ、連絡取れるのにFA、 師匠やりましたって LINE 来たよ、おめでとうって言ったら、あミラクル、ミラクルやなっつって、うん、はい、ビールかけ楽しんでっつって、うん、うんと、まあ、誰もせんやろ、はい、ね、ひょっとしたら西オリックス帰ってくるとかあんの、うん、FA で出て、新井ちゃん、新井ちゃんみたいに、はい、FA 出てまた帰ってくるっていう、FA 出て、まあ、FA では帰ってないけどね、新井ちゃんは、はい、出戻りパターン、うん、サブローもね、はい、トレードで出て FA で帰ってくるみたいな逆パターンって、でもいろいろ金額とかもねありますしね、うん、うん、オリックス西帰ってきたらやばいよ、うん、すごい、もう手つけられなくなっちゃうんですよ、ね、うん、あと西武が、はい、森友崎で、来年が山川源田、うん、FA ラッシュです。ちょっとあのもう主力メンバーがみんな出てちゃってやばいですよ、ね、なんかオールスターの動画で山川がホークス行くらしいよみたいなね、はい、なんかね、なんかちょっと小言が入ってたりねはい、それ来年ね、うん、ね、なんか源田とか、はい、ジャイアンツに行って、うん、坂本がファーストにコンバートして、うん、もう完璧やみたいな、うん、どうなんだろうね。え、ちょっと森選手どうなるんですかね。え、そ、なんか楽天な、え、なんで巨人、え、いや、私分かんないですよ私に聞かれても、え、FA すんのかな。でもセーブするからね、みんなね、うん、なんかでも森なんてだって FA したらだってどこも欲しいでしょ、うん、まあキャッチャーですけどバッターとしてだっていいですから、うん、それはどこもどこでも楽天とかあるんちゃう、うん、セーブありますかね。だってライオンズ好きでしょ。なんでそういうこと言うんですか。まあまあ、まあ、ライオンズの方すごく多いですけどだからまあ来ても、うん、あの知り合いが多いと思いますよ。 でまたあれ、うん、あの住谷が森の出現で出番が減るの、はい、そう西武の時と一緒になるじゃん。そうですね、うん、まあ、だから楽天ないんじゃないですか。でも森どうなんだろうな。 FA したらやばいよね、超目玉だね、はい、うん、どこもひょっとしたら巨人もあるかもわかんないしね、はい、一気にキャッチャーがなんか固定がないっていうところとか。いやだって森行ったらどこでも使うでしょ、うん、だってどの球団でも。そうですね、正直やばいね、まあ、バッターとしてね、うんうん、あるかもしれない、外崎はまあ残留でしょう、うん、のような気がする俺は、はい、で楽天、はい、マー君、岸、涌井、福山、塩見、唐島、炭谷、浅村、銀次、川島、西川、岡島っていうところで、はい、新規で取るのは唐島投手だけなんですけど。そうだね、複数年終了で、だからマー君大減俸あるかもわかんないね、さすがにね、今年ね、うん、去年今年とこの成績でね、はい、出るのはあるけども、うん、まあまあそれ残留でしょ、はい、だからあの浅村だね。そうなんです、今話題の。どうなんですかね、巨人っていう噂もあるしね、うん、ソフトバンクっていう噂もあるし、そう、まさかの西武に帰ってくるみたいなね。それないか、それない。でも年俸高いですよ。そうだね、うん、でもだから人多すぎてやばいね、はい、巨人もだって西とかね、うん、浅村、森、うん、西川とかもしたら、はい、もう2人までしか取れないからね。そうですね、FA 選手、でもちょっと浅村選手いなくなったら本当に主砲がいなくなっちゃうんで困るな、うん、うん、いるじゃんあれだ、ん、あの黒川いるじゃん。
あ、まあまあ、もうあともう絶対だからそこを育てるしかないですよね、うんうんうん、それがまあドラフトで取ってくるかもしれない。でもどうだろうね、うん、浅村ねしたらもうすごいね、はい、FA、まあ、で浅村阪神もありえるね。阪神あるな。セカンド、うん、もうファーストでもいけるじゃん。そのままいけますね、うん、だって別に変な外国人取ってくるぐらいだったら、うん、浅村に金払った方が確実に活躍するよ、うん、はい。浅村、大阪遠いんです、うん、浅村あるね、阪神、うん、阪神あるね。なんかなくはないですね、うん、うん、残留してほしい、ね、しかも西マネーがあるからね、はい、取れるよ。そっか、西が出たら余る、うん、で浅村取りに行けるよ、そのお金で。うわなくないな残ってくれ阪神ある、浅村阪神あるね。いやちょっと浅村選手いなくなっちゃったらちょっと来季やばいぞ。いや、応援やめんの、ん、応援やめんの、浅村、応援やめないですいやそれね、どうなっても続けますから。あとロッテ、はい、増田からかは田村、中村、三木、荻野、隆、角中、岡、はい、まあ、中村翔吾だね。ねえ、あ、今年取るの新規ですね、うん、阪神あるんじゃん、うん、中村翔吾。また阪神ですか。だって早稲田だから、岡田さん早稲田の監督、早稲田だから、はい、早稲田繋がりで、あとセカンドいない、はい、で右バッターいないじゃん、はい、で、まあ、2割、最低でも2割5分2桁ホームラン打つから、はい、で阪神にそれぐらいの選手って言ったら、うん、大山の次ぐらいになるんだよ、はい、だから大山よりひょっとしたら打率は高くてホームラン打てないかも分かんないけど、足もあるから、うん、だから阪神、中村翔吾あるかも分かんない。そうです、トータルバランスすごいいい選手ですよね。いいよいいよ、中村選手、うん、で内野の右ってそんないないからね、はい、その二遊間守れて結構左多いし、ね、そしたら、まあ、じゃあ浅村選手か中村選手はもしかしたら両方取って、うん、あのセカンドとファーストで、あー、セカンドファーストやばいよ。キャッチャー梅野、はい、ファースト浅村、うん、セカンド中村翔吾で、サードが大山か里輝、うん、で、ショートが中野、中野で、外野が近本、うんうん、でもう一個のポジションが里輝か大山、はい、で、もう一つのポジションに誰かが入るだけで、はい、だから島田とかね、うん、あの外国人なのかもしれないし、はい、いっぱいいるね。ちょっとすごくなります。打線やばいよ、うん、1、2番が近本、中野でしょ、はい、で、あのクリーンナップが、うん、大山、浅村、里輝、うん、そこの3人が3人並んで、うん、で6番ぐらいに、はい、中村翔吾が入って、はい、で外国人をもうじゃあで7番にその、うん、空いた外国人、はい、で8番キャッチャー、9番ピッチャー、うん、やばい、強いな、ほぼ和製だけど、うん、やばいな、うん、これも優勝だな、はい、優勝候補、もうそうなったらよ、うん、多分ほぼほぼの解説者1位阪神になるんちゃう。そうですね、うん、だって今年チームの防御率もすごい良かったし、そう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 、で、まあ、西が抜けるってなった時に、うん、まあ、そこにあのガンケル、はい、もう最後投げてなかったけどもうガンケルもいるし、うん、はい、でリリーフはね、あの湯浅とか浜地、うん、が育ってきてるから、はい、リリーフがねがっちりしてきましたしね、うん、でウィルカーソンでしょ、うん、で、まあ、だからレフト誰か打つやつ、はい、うん、取ってきたらいいだけでしょ、うん、はい、やばくない？浅村と中村翔吾が阪神行ったらやばいな。そうですね、うん、まあ、結構想像の話ですけど今相当ですね、うん、でもありえるな、うん、2人、はい、どっちもね、うん、しかも早稲田つながり、まあ、西投手が出たそこに開くっていうのが、うん、でなんか田村がね、はい、FA なんか迷ってるみたいな、へー、あるんだけど、はい、俺は井口さんが辞めないんだったら、うん、FA 絶対した方がいいと思ってたの、うん、でも退任するわけじゃん、辞任したわけじゃん、はい、しない方がいいんちゃうかっていう。ああ、でも監督変わると使う選手も変わってくるかもしれない。まあ、だから今のロッテで言うと、うん、まあ、もう松川佐藤の方になってて、はい、うん、だからロッテに残っても3番ってなるから、はい、それはもう仕方ないのよ、うん、この彼らが入ってくるまでに確固たる地位を築けてなかったんだから、うん、はい、俺だって入ってから刺客いっぱい来たからね、うん、その後にだって金沢とか辻でしょ、はい、田中将彦でしょ、うん、とか吉田とか、はい、あの刺客いっぱい来たけど、まあ、全員パンパンって蹴散らしていったけど、はい、負けてたらダメなの、うん、ね、だからでもし仮に FA するとするじゃん、はい、で今年はさ動向を見なきゃいけないのが、うん、FA大激戦戦国時代みたいになる可能性がある、はい、FA めっちゃしてってなったのよ、はい、もう正直申し訳ないよ、うん、今まで FA するかもって言った選手の中で、うん、一番下ランクなんだよ、はい、うん、でしかも B でしょ。そっか、これ C だったら話は分かんないよ、はい、B でってなったら、うん、お前取ってくれるとこないぞみたいな、うん、もう行くとしたらハムかってなる、あ、唯一、うん、
まだ選手がなかなか固定されてないという、うん、でも行ったところでレギュラーになることはない、うん、はい正直、うん、だって他だって他もだってじゃあ西と誰とか西川取りますとか、はい、なったとこによ、うん、そう田村入ってこないじゃん、うん、でキャッチャーで今劇的に困ってるとこって言ったら、うん、日本ハムしかないわけよ。でもし森が FA してみ、うん、強いとことかもいらないじゃん、ね、キャッチャーそんなね、うん、ちょっと取得年が悪いね。はい、でもこれ FA、 あ、そうか、 FA 権って使わなかったら来年も使えるよ。そうですよね。でももう年いってくるから、うん、使えるうちに使っとかないと使っても行くとこないってなるし、うんうんうん、でもよ、はい、今のロッテでレギュラーなれへんのに、うん、って俺は思うのよ。今のロッテのキャッチャーでレギュラーなれへんのに、うん、他に行ってなれんのかって話で、もしくはチャンスがあった、チャンスがあったら結果出せんのっていう、はい、チャンスがなかっただけにね、うん、もうなんか松川佐藤体制になっちゃって、そうそう、もう、もうちょっと田村はね替えの外になってるから、うん、使ってくれたら結果残せてたかなみたいな可能性もなくはないですよね。そうそう、だから FA するとしたらもう追い出され方なんだよね、うん、もうポジションなくてみたいなね、うん、はい、だからまあ勝負かけで、まあ、ロッテは FA 残留を認めてるから、うん、まあ、勝負かけてするのもありっちゃありだけど、はい、ちょっと田村にとったら厳しい年だね、うん、そうですね、うん、うん、まあどうなるか。まあでも結局はお前が頑張って結果残せばどこ行ったって一緒よ。はい、正直、まあ、じゃあもうファームで4割5割打つような、そうそう、うん、だったら使わざる使うで監督も変わるわけでしょ、はい、そしたらまたそこで横一線になった時に、うん、まあ、そこら辺のアドバンテージあるけども、うん、そこで確固たるものを出せればあれなんだからね、はい、そうですね、うん、はい、そうだね。で続いて日本ハム、日本ハム金子宮西、中島、杉谷近藤木村、おー近藤だね。おお、そうですね。だって近藤西川が FA したらやばいよ、はい、うん、しかもなんか近藤さ、ロッテが調査とかって出てたんだけど、はい、いるかって話じゃない。ガイア、うん、いや、まあいるよ、うん、いるけど荻野、うん、高部いるんでしょ、はい、で山口使うんでしょ、うん、で出るそこないじゃん、うん、でサード安田でしょ、はい、でファースト井上でしょ、うん、で DH、はい、近藤みたいな、うん、まあ、外国人の今あれがね、ないから、やっぱりいいバッターは欲しいみたいな。しかも A ランクだからね、はい、そか、で人的保障も取られてよ、うん、ってなった時に、はい、いるけどどういう風に使うんだろうねっていう、うん、それかもう山口とか DH にするのっていう、はい、もう忘れ出せってみたいな、うん、っていうのもありっちゃありだけどね、はい、でも今度はどこもだって巨人も欲しいしね、うん、だってもし阪神も欲しいしね、はい、3人取れたらもう中村浅村が近藤って言ったら、まあ取れないからあれだけど、ね、はい、だからもうソフトバンクも欲しいしね、まあ、本当に FA したらあれですね、したらもう大注目よ、うん、注目ですね、うん、で金子宮西中島後の人たちはまあ多分しないだろうね、うんうん、でも近藤と西川はもう外野の FA したら最注目目玉、はい、ね、うん、ね、っていうところで12球団、はい、だからもう大注目は浅村、うん、森で近藤で西川、はい、西、うん、かな、そのぐらいですかね、この5人、あ、ほんで中村翔吾、はい、かな、うん、っていう感じだね。まあそう、注目どころで言ったらそうですね、うん、うん、で、あと松葉とかはどこでもヒットしそうだしね、はい、千賀投手はまあ海外かなっていう、ね、そうそうそう、メジャーだねっていうね、うん、で田村どうすんねんっていうね、はい、ちょっとお前この人数の中で入っていったら、うん、あの契約決まるの一番最後の本なんぞってみたいな、はい、まあ、でも出戻りもできるから、はい、まあ、まあクビになることないから、まあ、やるには越したことないけど、はい、一番恥ずかしいのは FA してどこも取ってくれなくて、うん、出戻りどこの交渉の席もなかったら一番最悪だよ。そうですね、うん、どこか声かかるとねいいですけど、 FA したからには、うん、まあ、日本ハムは可能性あるかなっていう感じもするけどね、はい、まあでもどこ行ったって結果残すのは自分だからね、うん、まあでも結構なビッグな選手が今年は、ね、そうだね、多いですね、うん、ちょっとこれ全部が動いたら、はい、かなり面白い戦力図かなり変わってきますよ。そうだね、だからまあ俺のおすすめは、はい、まあ、西は巨人がいいんちゃうかっていう、まあ、先発打つのも打てるしね、うん、で浅村中村が阪神行ったらもう、はい、これはやばいぞっていう、うん、じゃあ森西が巨人みたいな、はい、うわぁ、巨人そんないります人、だってもう伊能と梶谷も取ってるんだから、はい、それはもう、うん、これあるから、いるに越したことない、越したことないっていう、はい、なったらやばいよ。そうですね、阪神中村浅村行って浅村大山里照のクリーンアップで、うん、
1番近本中野 で、うん、で6番中村いてでレフト外国人みたいな、はい、やばいやばいですね。想像するだけで最強打線ですね。あ、うん、でもありえるからな、はい、岡田さんつながりとかで、はい、浅村選手どうしないの。 それかもしくはね、巨人に西、うん、西川とかね、おで西川丸のカープですかみたいな、はい、打線もありえるからね、うん、はい、そうですね、うん、いや FA でちょっと今度ソフトバンクみたいな、はい、優勝したいんでみたいな、うん、ワオみたいな、はい、しかも近藤千葉だから多分ロッテ手挙げてると思うんだよね。あ、なるほど、出身がね、地元っていう、ね、そう地元っていうのもあるけどね、うん、まあでもワクワクしま、ワクワクしまって楽しみですね、まあこれちょっとね見逃せないから、はい、都度都度動画出していきますんで、うん、皆さんね、はい、まあストーブリーグね、はい、楽しんでいきましょう。はい。